この動画は一般プレイヤーの平凡な対戦を淡々と垂れ流すものです。過度な期待はしないでください。あと、部屋は明るくしてテレビから3メートルは離れて見上がってください。はい、どうも、ルリタマです。今回、赤枠会ということで、よろしくお願いいたします。相方が XS。XS って合ってるよね。サイコザクとホビルンが相手と。赤枠会、パワー筋肉、パワーでなんとかする。相方もめちゃくちゃ下がってくれそうな感じするんで、もうコスト全部俺のだとわがまま行きましょう。CS から横解くと。アローホーム構えて、打たない。ダブロだけど、そんなんかお構いなく行きましょう。突っ込め、メイン一発から、横サブでお帰り願われて。相方狙われてるから助けに行きましょう。メイン特殊横解くダメ。メイン特殊横解く触って、メインサブでダウン取られてと。CS カチャカチャやってる。まだ諦めずに最後作り行きましょう。いやーっとみんなの弾当たって消えた相方にお前やりすぎだぞってズビビビってやられて落ちて。メイン特殊、メイン特殊覚醒メイン様子見て、あーサブ見えない。老害。残念でした。CS 投げて。N 角。肩が2本あれば、手数は倍だぜ。どこ行くねどこ行くねロック変えてどっか行ったじゃん。しかもロック変えちゃったせいで、自分でも困惑してめっちゃロック変えてた。相方がケツ拭ってくれて、特殊も当ててくれてる。このままコストもらっちゃいましょう。横角オーバーヒー噛み合って、でもダメ、許されない。相方じゃない、相手覚醒して。サイコサク止めない。相方信じてる。うおっとサーブ当たって、ブーカク。出し切り。から、レベル2 CS 当てて、鈍速不要と。そう、レベル2 CS 鈍速あるんだよね、これね。うわぁホビドゥのサーブ当たりすぎ一生避けれない一生避けれる気がしない。メイン横かく、横とく、あいうって、あがきすぎオーバーヒーであがきすぎ、気持ちよくなっちゃった。相方と体力一緒くらいだから、あんまり、行きたくないけど、もう我慢できない。メイン特殊、メイン特殊、様子見て、なんか建物邪魔。メイン様子見て、メイン、なんかめちゃくちゃ落ち着いてる。赤く海っぽくない。メイン特殊、メイン特殊落として。ああ、相方が落としてと。これさ、ホビドゥいると特格擦れへんやん。サイコザクをバズかるとききついな、これな、見てるとな。でも、相方がコスト全部くれたんで、勝ちと。じゃあ、相手最高。ん?味方がサイコザクに変わって、相手にエクセスがいった感じだね。ということで、見ていきましょう。ホビドゥン辛いけど、エクセスは触れたらでかいけど、メインサブと、もらってって、エクセスと見合い、雑に特殊やりまくって、メイン、いや、ガード、お見合いになって、エクセス画面端追い込んでサブダメで、じりじり画面端メイ当たって前得コンボガバー特殊でブースト負荷かけてサブからメイ、いやー格闘出ない。サブ相手もサブない。ガードされてなんかぐしゃぐしゃサブからサブ当たらない。メイン特殊寄って格闘釣ってメインから横解く。ホビドゥン来るけど相方がカバーしてくれると、あーガーベラ当たって、横角、N 角で落として、覚醒技の相方に引かれて助けてください相方に引かれて助けてください。前得、横角初段で止まって、じゃあ N 角か。N 角初段で止まって横角メインと。特殊はダメで、サーブの根元が当たっていく。相方が追撃して、ガーベラ貯めてる。ああ解除硬直で死そうだ、この覚醒技解除硬直あったね。しかも覚醒技の恩恵分かってないんだよね、俺。あれ、何が強くなる。なんかメインから特格のキャンセルルート増えたりするね。メイン特殊、メイン特殊覚醒して特殊から俺のレッドフレームじゃいこれがいっちゃん気持ちいいんだから、これがいっちゃん気持ちいい。会社の上司にやりたい。ガチャガチャ言ってくる会社の上司にみんなあれで腹パンでぶっ飛ばしたい。で次相方がゼロになって、相方がゼロ、相手がフルコンホビと。あのゼロは3000だね。これ、俺、下がる気でいるのかな?多分、下がんないと思うんだよね。多分、ぶっ壊したくなると思う、すぐ。フルアーマーユニコーンと見合って、フルコーンと見合ってる時、あんまり強気にいけないよね。特角だけチラ見せ、サブ避けて、もう一回フルコーン、メインから横角前派生、コンボタが冷静、ガードは噛み合わず。もう一回フルコーンかな?ガーベラ、タイガーピアスまで投げて、タイガーピアスで合ってるんだっけ?小鉄か?
なんか名前二つあるよね。よくわかんないけど。菊一文字がガーベラストレートなのか。あ、まあわかりません。俺はわかりません。ガーベラ投げて、ゼロをずっと、ゼロじゃねえや。フルコーンずっと見る感じなのかな。フルコーンを抑える感じで。横得当たって気持ちいい。ガーベラ横得当たらない。レイダーに引かれて。いや、横得気持ちいい。相方が殴られてるけど助けに行けなそう。フルコーン覚醒。プレッシャーから。ブーカク出し切らない。下特角出し切れない。出し切れたら落とせてそう。プレッシャーは冷静に見られて、サブが当たってく。ああ、こっちも当たってく。レイダーからメインで落ちてって、オビデュー行くけど前特角が当たってく。手数は倍だぜ。この N 角めっちゃかっこいいよな。超入れたいんだけど。やりたがり。 CS 出して N 角当たって覚醒抜けさせてサブでダウン。まあ安いでしょう。これもう一落ちもらう気俺。レイダー当たって、もう一落ち行きそうな勢いだけど、どうなんすかね。ゼロが覚醒し逃げてくれる。覚醒総裁。触られたら助けに行くけど、なんかフォビのアシスト、覚醒技が引いてって、フォビドゥンと見合って、メインで繋いでくれたからメインで落としていくと。いや、横得全然こう見ると俺振らないし、当ててないな。横得もっと振れ。もっと気持ちよくなれ。ダメダメ、カイジ君。欲望の解放のさせ方が下手。相方がホビドゥン。さっきまでずっと敵にいたホビドゥンが隣に来て、ゼロとイクスです。これ、でもゼロ触れなそう。サブが鬱陶しいのと、うまいゼロは、距離の維持が、なんかいやらしくて、見合ってるの嫌になっちゃうんだよな。パワーで押し切ろうとして、毎回いいことないから。イクスへ行きたいですね。サブだけ気をつければエクセスやりやすいけど、今の実況してる俺とプレイしてる俺は感性が違うのか。違うことない。エクセス見に行って、アローホームからメイン特写。そんな距離でメイン特写やんなくてもよかったんじゃないか。もう一回諦めない心。横角前派生ガード噛み合って、ガブラまで仕込んで特写。うわ、こういうところエッチ、こういうことできるんだ。でもメインからゼロキルでサブ構えてダウンして、ああいうこと俺もできるんだ。いやー、なんか6回で聞く一文字を狙ってけどダメ。ガーベル貯めて。これ覚醒吐くのかな、吐かないか。どう、うわ、危ない。サブ当たりそう。メインからブーカクメイン。OK。ゼロ触りたいけど体力30じゃ。スパーまで耐えても死にますわ。何当たっても。我慢できてねえじゃねえか。ダメダメ、カイジ君。欲望の解放のさせ方が下手。XS でいいかってなってるな、これ。サブ当たって、N 角下派生いい。特写でブースト負荷かけて、なんか、変なコンボタックしてるね。ちょっとそれっぽいじゃん。メイン特写ホビドゥンがカバー来て。ゼロは、相方が何とかしてくれてる。ガブラストレート特写サブ特写ダメ。これスパーマ、待って、俺減りすぎ。特格のスパーマあるタイミングわからん。これ落とされたら大変なことになる。覚醒溜まった。190。相方体力3。もらったら俺は落ちちゃうけど。覚醒相手。建物突っかかって変なダッシュして。173、17。ああ、壊れちゃうよ。逃げて、ゼロシステム。うぅぅぅよく今足止めようと思ったら、こいつ。よくお前足止めようと思ったら、リフレクターインコム飛んできてたぞ。ずぶといな、変なところ。特格押さねえくせに変なところ、ずぶといな、俺の赤枠会は。というわけで、赤枠会でした。楽しいよね、このキャラね。なんか、嫌なことあった時使いたくなるわ。まあ、よかったら、チャンネル登録でも、高評価でもしていってくださいや。それでは、また、お会いしましょう。それじゃあね。